学級は同一の時間に共同で学習する集団のことである。クラスや組などと呼ばれることもある。一般には幼稚園、小学校、中学校などで幼児、児童、生徒などが学校生活の大半の時間を過ごす場として知られ、その他にも社会教育における社会学級講座というようなものもある。学級については 単なる社会集団と異なる面も見られ、学級は、その特殊性から、学習集団と定義されることもあり、一般的に教室を拠点とする。学級は、新学年の初めなどの編成当初こそ、在学生が単に機械的に分けられた人間的な、つながりの必然性がない集団であるものの、各種の活動に伴って、楽しくて所属することを喜びとするような集団に、 変化すると言われる。これは学級担任の教員や学級の構成員の努力などによるものと考えられている。幼稚園、小学校、中学校などおける在学生の基礎的な生活集団はほとんどの場合で学級である。しかし、高等学校などにおける在学生の基礎的な生活集団は必ずしも学級ではない。 これは選択科目の比率が増えるためであり、このような場合は学級とは別にホームルームという概念も用いる。学級の構成人数が少なければ、教員はその学級の構成者一人一人の状況を把握し、個別に支援を行うことが可能になると言われる。日本の学校における一学級あたりの標準人数は、 普通学級で1学級あたり48人以内と定められているが、この人数は先進国の中では多い方である。このため、1990年代から35人学級や30人学級の導入が試みられている。また、小学校などでは一人の教員が一つの学級を担任するというのが一般的であったが、学級担任の他にも、 学級副担任を置くことが試みられている。公立義務教育所学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の第3条では学級の人数の標準は小学校1年では35人以下小学校2年から中学校3年までは40人以下と定められている。全米学力調査の2005年調査 学級規模と読書能力の相関少人数教育に関する数十件の研究が学生の成績にプラスの影響を与えることを示しているが、いくつかの研究ではクラスサイズと学生の学習のつながりに疑問を投げかけている。日本で有名な研究結果は1982年に発表されたグラスとスミスの研究で通称グラス。 スミス曲線において20人以下学級の学習効果が大きいとされている。古代ギリシアの修辞学者イソクラテスは、紀元前392年頃にアテネに将軍や政治家を教育する学校を開校し、一度に6から8人以上の学生を入学させないと主張した。12世紀のラビの学者、マイモーンは、クラスの大きさは、 学生の成果と相関していると認識していた。彼は一人の先生は25人の子供を担当することができる。クラス内の人数が25を超えて40より大きくない場合は指導を手助けする助手が必要だ。もし40人以上であれば二人の教師を任命しなければならないと記述している。アメリカの36の州では少人数クラスにする。 法が制定されている。日本においても少人数学級の効果についての研究調査が行われている。この調査結果は各国の無作為に選んだ中学校の教師からの報告をもとにしている。この調査では総合的な就学率を調査していないため、米国のクラスサイズ調査結果と差があることに注意。ありがとうございます。